赤水川、中華人民共和国を流れる川の一つで、長江の右岸の支流。雲南省の北東端、ジャオトン市、静岡県化の源流から東に向かい、貴州省と四川省を経て、四川省路州市合貢県で、長江に流入する。全長は 436.5km、流域面積は2440平方キロメートル。上流では、魚道、筆数川とも呼ばれる。 主要な支流には、2、道が、霧りあ川、古い川、大道が、中水が、風景川がある。赤水がという名は、夏になると泥で赤茶色に濁ることから付けられている。支流、風景川の上流には、十条道幕府という幅の広い滝があるのをはじめ、多くの滝がある。また沿岸は深い森や竹林、崖や急流が多く、優れた景観を誇る。 赤水河の流域、例えば、紀州省順義市に属する人志太殺しや赤水市などは、酒造りの里として知られ、魔王大衆、州酒、老酒などの名酒の産地である。調整の際には、国民党軍に追われる公軍は紀州省に至り、四川北東部で紅れない四方面軍と合流すべく赤水河を渡ったが、四川軍閥にぶつかって再度、 赤水河を渡り、奇襲の順義市に戻った。次に、長江上流の近祭を渡ろうとして、赤水河を越えて、四川に入ったがまた引き返す羽目になった。1935年1月から3月にかけて、四川侵入に失敗し赤水河を4度も渡ったこの、天泉を4、渡し赤水と呼ぶ。皇軍は、最終的に、雲南省を経て、四川省の西を大回りしたが、四 私赤水は無目的な流浪状態から、農村から都市を包囲する目的のための点線へと移る転換点とされている。ありがとうございます。